ぎゃーん。ただいま。なんかさ、ショールーム も止まるし、これもつかないし大変なんです。ちょっとこれ画面見せたいな。なんか固まってるんですよね、こう。ちょっとどうしたらいいのかな。諦めていいかな諦めてサッカートークにしますか。そんなに詳しくない。ねえ、つかないよ。どうして、どうして、どうして。じゃあ再起動してみよう。ちょっと待って、タブレットの再起動の仕方わかんない。スクショしちゃったタブレットってどうやったら再起動できるんですか。あ、できた。電源切れました。重いのかな。でもみんなは見れてるらしいから、本当にどうしてっていう。叩けば治るえい、頼む。これでちゃんと、再生されて音声も。あ、音が聞こえた音が聞こえた。 CM がちょっと聞こえた。これはもしかしていけるかも。失礼しましたみんなまで聞こえた。はい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 。ではじゃあみんなの気持ちが分かったよ。うん、みんなの気持ち、あ、そう、セミの気持ちも分かった。はい、ではじゃあ見ていきます。はい、じゃあ後半まで吹っ飛ばしますね。一緒にアベマを見てくださってる方っていらっしゃるのかな。じゃ、一緒に見てくださっている方には、3じゃないや、1時間32分、あ、嘘言いました。1時間38分39秒お付けください。お付き合いしましょう。ありがとう。1時間38分39秒で、イニエスタさんが外で映っているところで止めましょう。で、まあ、せーのでポチッとで見るという感じ。はい、これは後半なのかな、わかりませんけど、なんか後半と思わしきところで撮りまし、止めました。オッケー、いきますよ。せーの、再生。はい、イニエスタさん。あ、イニエスタさんはスペインの方なのかな。そうだよね、きっと。まあ、話の流れ的に、うんうん、うん、うん、そうだよね、
そうだよね、きっと。なんておっしゃってるんでしょうか。スペイン代表でした。あ、そうなんですね。今は1時間39分30秒です。はいはい、日本はスペインにボールを奪われて思ったように動かせてなかったので、逆に後半もっと積極的にボールを奪いに行ってアグレシブに戦わなければならないんじゃないかと。って、おまあ、サッカーボールありがとうございます。はい、お、 CM ね始まって早速 CM に入っちゃいました。あ、さっきね、ワールドカップいただいちゃった。ありがとうございます。タワーありがとうございます。フォワードのカズさん、きっとフォワードを守ってらっしゃるんだ。ありがとうございます。ワールドカップいただきました。はい、あの前半はドイツさんが先制しまして1対0で終わっています。はい、皆さん、じゃあそういう気持ちになってください。今1対0の気持ち、そう、今1対0の気持ちね。え、どうしようって、あと45分とアディショナルタイムでなんとかしなきゃいけない、そういう気持ちで。え、なんか国名間違えました、誰かリードされてるよ。あー、始まったよ。今日のこの青はサムライブルーにしました。焦らないでくださいね、45分もあるので。でもやっぱり勝ってほしいので頑張ってください。おっと、転んじゃう。お、ピーって言った何のピーかは分かんないんだよね、私。この三笘、なんか今日シュートしそうな。頑張れ頑張れ。うわ、サッカーボールありがとうございます。ありがとう、頑張れ。はい、お、再開しました。なんか今はスペインさんがボールを手で持って投げました。はい、日本のゴールキーパーにパス、日本が受け取る、ボールが浮いた、押さえつけたあれ、シュートしてなかったっけうん、頑張れ頑張れ。モニターさん、おお、すごい大きい長いパスが、あー、危なくない、大丈夫かな。あ、大丈夫だ。はい、ただ線から出ました。勝たないといけないって、そう、はい、今日本がボール触ってます。え、なんか日本がボール投げた、それをまたすぐ外に出しちゃいました。こういう作戦があるんですかね、ちょっと分かんないんですけど。これ負けたらグループ敗退ということで、もう決勝にはいけない、クロアチアとも戦えないということで、頑張ってますね皆さん。だからさ、スペイン、あの上下靴下赤なんですよ。だからあの何、反射的にスペインを、あ、なんだって、え、何何、あ、そうだよねなんだっけ、ここシュートの場面だっけって思って、えー、入った、すごい、あ、本物のシュートでした。
ったでしょうか。ドアンさん、ドアンさん、カイリスペイン、ドアンさんですか。ドアンさん、あれーすごいすごい、まさかでしたね。びっくり、あんな遠くからシュートが入るなんて、やっぱりサッカー選手はすごいですね。これでやっと同点になりましたね。そう、ここで気を抜いてたらね、まだ40分ありますから、アディショナルタイムもありますから、同点されてしまう、同点される同点されちゃうので、あのここで気を抜かないようにサポーターの皆様もあの引き締めて。でもすごいよね、だってスペインってすごい強いんですよね。 FIFA ランキング一桁ってネットに書いてあったね。目を離せません。いけるぞ日本だって、一桁なんだって。カイリちゃんの推し祭は、そうなんです、赤と赤です。優勝候補なんだよね。なになになに、オフサイド。え、あ、ちなみに今は1時間45分58秒です。今後半4分52秒です。ドイツもスペインも優勝してもおかしくない。そうなんだよね、あーすごいわ日本。右サイド伊藤純也さん、なになに、え、もうシュートしちゃうの、え、もう決まっちゃうの、え、早くない、あれ、え、待って待って待って、シュートしたように見えましたけれども、果たして何なのかみたいな空気になってしまいました。どういうこと、ラインが割ってないとか割ったとか、どっちなんだろう。でもゴールキーパーがゴールキックを主張されてるそうです。VAR が発動してるって。え、こんなに早くだったの？こんなにすぐポンポンってなったのか。どっちに見えますか皆さん、お願い願って。やっぱりスペインには勝てる、うん、そう、本当にスペイン強いから、もうここで勝てたら歴史的な大快挙であって、1点取れただけでも本当にすごいの。出てるのか出てないのかまだ審議してますね。監督がすごいヒヤヒヤしてますね。際どいね。なんかボールが上から見た時にライン上にあの少しでもかかってたら OK らしいんですね。そう、本田さんすごい楽しそうですね。ゴール入ってない方がいいって言ってます。うん、まだわかんないですね。ピーだって、ゴールだ、ゴールが認められました。みんな喜んでます。よくやったって、日本逆転。もうサポーターの方がすごい喜んでる。
そうだよね。え、このさ前半の10分の間に2ゴールってすごいですね。泣いてる、泣いてるよサポーターさんが泣いてるよ。頑張れ頑張れ。はい、泣けるね。もう早くも2対1になってますけれども、6分でね逆転したね。監督、スペインの監督が映った私とさお揃いのペイントしてるスペインの方。頑張ってー。音、あ、音音音音、スペインに奪われちゃった。あ、転んじゃって、それはじゃあキーパーさんにお願いしよう。はい、キーパーさんがボールをつかみます。帰るとおさらい。はい、蹴って蹴って、頭で蹴って、ピピピピー。タンカ大丈夫？田中碧さん、何回もぶつかっちゃったみたいです。え、何？待って、またワールドカップいただいちゃったねえ、どういうこと？ありがとう、ありがとうございます。クロアチア戦勝とうね。たかしさん、ありがとうありがとうございます。たかしさん、ごめんね、全然ちょっとコメントとかも見れてないのにありがとうね。スペインはすぐ追いつく力があるとありそう。頑張って、あ、アーニャがいる。頑張ってください。新しい景色への挑戦。明日のあの0時からクロアチア戦なんですよね。0時からだから配信できないんですよね。できないの。どうしたらいいかなどうしよう。はい、ヘディングしました、ヘディングしました。おっと、はい、ゴールキーパーさんにパスして、おっと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 、あ、ちゃんと圧をかけるんですね。配信できないよ私なんでさサッカー実況配信してるんだろう。すごい楽しい、え、自分の手が目に入っちゃった。あの、楽しいんですけれども、そう、私ってそんなサッカー好きなキャラだったのか、果たしてどうしたのかどうしたんだろう。やっぱり私結構あの自分で言うのもなんなんですけど、あの仲間意識が強いんですよね。そう、愛国心、仲間意識が強いの。だからなんか同じ日本人の方とかがこうね頑張っていらっしゃったりも、国を挙げて応援してるのを見ると私もちょっと黙っちゃいられなくなっちゃってそう、応援しちゃう。
です。え、そう、もちろんだから新潟も大好きだし、日本もこういうスポーツとかも大好き。ダメかなショールーム明日。どうなの、そうオリンピックとかも好きだよ。はい、ゴールキーパーさんに渡りました。すごい、うっ、今の痛そう。やっぱりボールが高く上がったやつを頭にぶつかった方が痛いよね。高ければ高いほど痛そう。なんかなんていうの、重力なんだろう、なんか重さがやばいよね。あのここからこうコツンってなるのと 50m 先からゴツンってなるの同じものでも違いますよね。絶対痛いよね。痛そう。私がやったら首が持ってかれそうです。おっとっとっと、危なくない。はい、守る。はあ、よかった。よし、そう首がいっちゃいますね。誕生日を変更。なになに、20番の方が何か企んでます。そうですね、実況の方と私あの対話してます。はいはいはい、なるほど。おー、いいですね。対話型実況もう一回入れちゃうの。おー、痛くない。あー、すごいディフェンスが強かったですね。お、トラップをして、あれ、今の出てない、出てないか。おー、三笘さん強いですね。え、それちょっと近くない、危ないよ、ちょっと遠くに。あ、ナイスナイス、クリアしました、うん、あと30分もキープするんだね。前田さん、前田大然さん、大然さん危なかったね。18番の浅野選手が入りました。前田さんに代わって浅野さんが入られましたね。うん、頑張れ。おっと、うん、うん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 、確かに。あと、もう一点、おー、取って楽になりたい。すごい、スペインの選手、パスがお上手。お上手です。あ、そうだね。もう危なかったら外に出してもいいよね。なんでにもう一点入れるの？嘘でしょ？そんな！未来が変わっちゃうところでした。危なかった。惜しかった。浅野さん、伊藤さん、浅野さん、今ねキーパーの方がいなかったら入ってました。頑張れ。頑張れ。お上手お上手、わかる、ドキドキする。頑張れ。転んじゃった。三笘さん、堂安さん、あ、浅野さん、あ、お、お、惜しい。
今すごい美味しかった。斬新な視点だって。嘘、これが一番あれかと思った。スタンダードな視点だと思っちゃった。今なんだろう、あ、はい、スペインボールになりました。頑張れ。え、なんか危ないんじゃないの？転んじゃってるし。大丈夫ですか？わっつって言って。大丈夫？監督？監督がお水飲みます。うん、そう、帰りスタンダードです。これがまあ普通。待ってください。サッカーはわざと転ぶ。あ、また出ちゃった。頑張れ。あ、日本なんか勝ち点6らしい。え、あ、もともと1位だったんだね。すごい。今日本の選手が緊張してますね。お、お、またチャンスが？え？おお、お、あ、おお、惜しい！あ、すごい、14番の選手すごい。ね、あ、そういうことだった。え、でも結局日本って1位通過したってこと？そういうことですよね。うん、あ、もともと1位じゃなかった？あ、あー、裏で試合やってたからかな。そういうこと？あー、なるほど。やば、すごい。14番の選手強い。うん、すごいね。裏の試合もある。あ、別の会場でやってるんだ。カタールじゃないの？カタールのどこか。今スペインボールになりました、まあ、あと約半分くらいですね。半分とアディショナルタイムくらい。なあ、お、選手交代、選手交代。あ、そう、同時にしてるんだね。え、別の会場でしてるんですか？あ、同じカタールね。え、じゃあカタールにさ、こういうスタジアム2個あるのすごくない？そんなかものなのかな。そんなものなんですかね、わかんないけど。うん、たくさんあるの。あ、そうなんだ、すごい。頑張って、頑張って、頑張って。スペイン強いね。あ、日本もいっぱいあるの、すごい、よかった。鎌田さん、
はい、鎌田さんに変わりまして、あ、鎌田さんに変わりまして、伊藤さんがこっちに来たって。うん、富安さん24歳。あ、24歳って何歳？え、みはるさん？みはるさんの一つ下？マシモさん、マシモさんは23だよ。24歳。みはるさん25。ダン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 。はい、スペインは交代カード5枚全部使い切りましたそうですよ。いっぱいパスしてる。シュートみたいなものが、足速い、びっくりしました。惜しかったね。前髪のすごい、2000人の方が見てくださってありがとうございます。ね、コスタリカ逆転って言ってる。リアクションだけで楽しめるありがとう。そうね、見てない方もいらっしゃる。見てない方もどんどんコメントしてくださいね。今どんな感じって。私サッカー、まあ、最近とかも全然やる機会ないんですけど、なんかもしやったとしたら、なんかボールをどっちの足で止めようか迷って変な形になっちゃいそう。ね、両足でと。浅野さん、あ、惜しかった惜しかった。新婚おめでとう、ありがとうございます。もうね、早くも11日からスタートします。コスタリカが勝てばスペインとドイツが予選入って、あ、そういうこと。日本とコスタリカがあの決勝に行くという。カイリちゃんは何歳、何歳に見えますか。何ですか何ですか、谷口さん。あ、危ない危ない。私は何歳に見えますか。フロンターレでも貴重な戦力。あ、フロンか、川崎フロンターレですよね。もう今回学びました。世界で学んだ。あと20分もある。味噌汁には、味噌汁って何ですか。30歳付近。味噌汁って何ですか。30歳。18、19。おお、おお、お、あ、危ない、キャー、
内的に見えただけだったこうさ、私たちのカメラはさ、斜め上にあるから、こうこの奥行きが分かんなくなっちゃって、シュート入りそうなやつだけどちょっとなんか手前だったみたいな。はい危なかったです。今何分のところ、あ、後半29分7秒です。そう、奥行きのマジック、今後半29分15秒です。頑張れ、なんかシュートしちゃいそうで怖いよ。ヘディング、すごい、ヘディングでない、なんか20メートルぐらい飛びましたね、すごい。ヘディングした瞬間に画面が、画質が下がっちゃった、そう、日本2対1でリード。え、怖いよ、怖い、ありがとうございます。怖い、あのさ、日本のゴール側にあると怖いんですよね。足速いファールじゃないって怒ってる。これはファールやろ。ファールじゃないやろって。あ、じゃあファールやろって。今日もカエリさん、カエリ。ありがとうございます。スクショタイム。頑張れ頑張れ、ヘディングヘディングヘディング、すごい、3回連続ヘディングで回ったよ。カイリちゃん反抗期あったね。反抗期じゃないよ、今後半31分8秒です。ヘディングすごいね、すごい、スペインの方たちがパスを回してます。あっちあっち、あっち空いてるぞって言ってる。なんかほっぺに梅干しついてるよって。お前がパスしてくれ、お前がパスしてくれじゃない、お前がシュートしてくれ、わかった、お、やっぱりやめる、分かった、じゃあ俺がシュートする、いやここはよし、遠くに飛ばすぞ、はい、短く、お前そっから打て、分かった、打つ、いで、ヘディングしたぞあーあーあー、危ない、おー、よくぞ飛ばしてくれました、ありがとう。女優カエリさんありがとうございます。耐えですね、耐える時間です。リードしてるのは日本です、ただ耐える時間ですって解説の方が教えてくれた。足が速かった、こう焦るな焦るなって言ってる。よし、もう一回行くぞ今のって言って、はい、もう一回戻す、
はい、空いてるところにパスをする。え、なんかさ、すごい、なんかシュート入りそうで、あのスペインさんがですよ、スペインさんがシュートしそうで怖い。まだ日本リードしてますんですけど、だってずっとさ、あのこっち側でさやってるんだもん。危ない！今どうしたの？危なかった今すごい。その今の選手がいなかったら危なかったよ。あ、すごい、ナイス守備。大丈夫？ちょっとヘディング？危ない、すごい攻められちゃった。ずっと今日本側でね、なんかしてるの。今後半35分ぴったりです。ほら、また同じ形。そう、ずっと攻められてる。のみんながこう、あタブレットが落ちてきちゃった。あまりにも解説に興奮してしまって。あと10分。確かにね、体力的にはもう今がもう本当に辛いよね。頑張ってください。うん、あ、再開しました。日本キック、日本キック、日本キック。ね、フリーキックだ。フリーキック。誰が切ろうかみたいな。すごい！スペインの監督がすごい眼差しで日本。いや、そうだよね。今なんかすごいシュートしてる世界線見えた。惜しい。何この惜しい感じ。多分私がキーパーだったらゴールだったね。応援実況お疲れ様です。お疲れ様です。セットプレー惜しかったね。あと7分、あと7分ですよ皆さん。あと転んじゃったけど、なんか2人で一緒に転んじゃったみたい。今は38分23秒です。
ールじゃなんかファールっぽかったらしいけど違ったっていう。そっかそっか。ね、また大きなチャンス。さっきいっぱい攻められたなって思ったけど、もう全然日本にもチャンスがあって嬉しい。え、なな、え、おー、守った、足で。やっぱりさ、スポーツって足速くないといけないんだね。やっぱ陸では。うん、危なくない？慎重に慎重に。なんかありそうだよ。あ、よかった、しっかりと。で、足の速さ大事なんですね。あと4分半。ねえ、ずっと走ってるもんね。こう今上から映像でね見てる、ピッチ見てるけど、実際そこに立ったらもっともっと広くて、もっと走るの大変なんだろうな。三笘さんってディフェンスの方なんですか？こんばんは。あ、三笘さんは攻撃的、あ、そうなんですね。あと4、うん、あと3分半。あ、待ってな、はい、よかった、ボールが遠くに行きました。早足、足早い。え、あー、よかった。なんかもうボールが遠くに、ゴールの遠くに行くと安心する。で、前髪とかします。あと2分、ちょっと2分、ちょっと静かにしてもいいですか？ね、三笘選手足速いね。ちょっともう集中するね。冨安選手、レベチです。レベチ
か止まりました。ナイス。これなんて読むんですかね。ケンダさん、ケンタさん、ケンダさん、ドドケンダさん。今の待って、ヒヤヒヤした。はあ、ゴンダさん、ゴンダさん、みんなでじゃあゴンダさんにありがとう言いましょう。ありがとう。左足でポーンってやったおかげでボーンっていきました。権田さん、アディショナルタイム7分です。7分もあるんだね。7分。7分長い。楽曲に2個分マックス時2個分。そう、しっかり撮るね。本田さんもびっくり、佐藤さんもびっくり。ナイス、ゴンダさん。あ、そうだね、 VAR の確認があったからきっとアディショナルタイムもタイムも長かったのかな。ああ、外に出た。5分。惜しい、惜しいよ、惜しいですよ。ボール出ちゃったけど惜しかった。こんばんは。あと5分。今47分30秒。スペイン焦ってる。汗汗。なんかさ、すごい私顔が前に出ちゃう。どうすればいいんだろう。どうしよう、顔がこうなっちゃう。頑張れ。よし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 。谷口さん頑張れ。頑張れ。よしよし。あと
52、45分足す7分は52分だからあと3分ですね。ちょっと3分黙ります。安心安心、遠くに飛んでった。うん、もうちょっとだから頑張ろうな。あと2分半。あ、なんかダック、アヒル、ありがとうございます。ケーキありがとうございます。そう、絶対に失点はダメですって。キャー、ハートありがとうございます。あと1分50秒くらい。あと少し、クロアチアまであと少し。ああ助かった。サイド、しました。日本勝った。本田さんさ、勝った2秒後に次日本どこでやるんですかって。すごい。へー、ということで、あ、イヤホン取ります。はい、前髪直しますね。はい、ということで、なんと日本が勝ちました。そして決勝進出になったそうです。明日のね、夜中0時にクロアチアさんと戦うそうです。やったよやったよ、嬉しい、ね、ファンの皆さんも、ね、
ご一緒に応援配信にお付き合いくださってありがとうございました。で、決勝トーナメントもまた一緒に楽しみましょう。嬉しい。あのシュートがね、その後半にポンポンってすぐに入って、なんかもう「おみたいな、二度見しちゃいましたね。すごかったし、後半も絶対点をドイツさんに、あ、じゃないや、すいません、スペインさんに取らせないぞみたいな、こう強い気持ちが見えて、おお、パワーをもらっちゃいましたね。ね、日本の国民の皆さん最後まで諦めないように、そして粘り強く明日からも一緒に頑張っていきましょう。明日からお仕事の方とかいっぱいいらっしゃると思うんですけど、ね、月曜日だもんね明日は。みんなも頑張りましょう。誰もありがとうございました。そしてたかしさんとフォワードのカズさん、だるまじゃない、ワールドカップタワー、ありがとうございました。ではじゃあランキングをお読みして、終えたいと思います。明日勝ちましょうね。アーカイブでもやっぱり勝ってたやったー、よし。第13位ロヒーさん、あ、間違えました、トンスケさん、ありがとうございます。ロヒーさん、ありがとうございます。ハッピーさん、ありがとうございます。ハクタカさん、ありがとうございます。すぐさん、ありがとうございます。ドラゴンさん、ありがとうございます。ハヤトさん、ありがとうございます。エチゴンさん、ありがとうございます。ボンタカさん、ありがとうございます。コンちゃんさん、ありがとうございます。ニスタムさん、ありがとうございます。フォワードのカズさん、ありがとうございます。タカシさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ではじゃあまた明日も配信するのでよろしくお願いします。ありがとう。パチパチパチ。